帰りに。ああ、しゃ、うわあ、埃っぽいな、まだここ。もうほこりっぽいな。もう嫌になるわ。嫌になる。ほこりっぽいわ。なんか猫入ってんのに猫の毛だらけやわ。これはよ、これもよ、あ、はいどうも、パテモス協会でございます。ちょいびにコンビニ行ってきた。買ってきたんはさっきのやつと枝豆スナック。まあこれはね、これどこで食べようかな。おにぎりと天炊き揚げ、当店炊き揚げのうなぎ山椒入りおにぎり、うなぎですね、うなぎ山椒入りおにぎり230円、税込み価格は。はい、紅鮭わかめ、これうまいね。大丈夫だ、手数見はん。紅鮭わかめ、紀州梅とわかめご飯、ハゲてるからね、わかめ食べとこう思って。で、栄養強化型1日分の野菜、昨日ちょっと野菜袋ですからね。うん、こんな感じでいこうと思います。いただきます。あ、たまに朝から米食いたいけど、レンチン飯じゃなくて、まあ、そのわざわざ炊くのもめんどくさいシリーズにありますよね。本当はこのタイプだけのおにぎり買いたかったんですよ。まあだけど、まあ俺最初これでもいいかなと思ってたけど、なかったから、ほかうなぎしかなかった。うなぎとビビンバしかなかったさ。朝からうなぎとビビンバはね、まだ10時半になってないんですけどね、朝の朝からうなぎとビビンバ、今からも力作業かよって感じやからね。もしくは AV 男優かよみたいな、無理なんで、ちょっとまあこれにしました。こっちに買いました。本当は鮭とかね、その辺さ、昆布とか食べたかったけど、あの直結びじゃないの最近好きじゃないんで、のりをコンビニのにおいファン久々やな、数ヶ月ぶりかな。いただきます。あ、柔らか。うん、うん、山椒入り、刻み、うなぎかば焼き、うなぎかば焼きと、どこってわかんない、多分中国でしょ。柔らかくて美味しいで。俺この間さ、これ多分これ動画になった時はまだ動画になってないかもしれんけど、立ち飯話で撮ったんですよ、第2弾目を。その時でうなぎ食べてって、その時はね、ブヨブヨやった。ブヨブヨじゃない、グミみたい、グミ、うん、国産やん、うん、こっちの方が断然うまいわ。なんかやっとうなぎ食ったって感じやな、この間の。そんな感じせんかった。うん、おいしい。皆さん、あのコンビニおにぎり部門心のベスト10ナンバーワンは何ですか？基本的に俺はね、明太子かたらこかな。まあこれイレギュラーなんでいくと、ローソンの塩むすびがトップですよね。あとまあこの紅鮭わかめとかね、
結構ローソン派なんですけど、みんなセブンイレブン多いって言うけど、ローソン派。今日ミニストップにしましたね。ミニストップはこの時間結びのこれがあるからミニストップにしたんやけど、うん、逆に定番の中でまず買わないおにぎりナンバーワンはツナです、うん、白だしご飯って見るかな、白だしは俺の得意のどっち食べよう、縮梅とわかめご飯と紅しゃきわかめ、紅しゃきわかめの方が好きです。紀州梅とわかめご飯120円税込み両方とも、うん、ハンバーガー1個100円とこのおにぎり120円でこっち買うよね。俺やったらこっち買うな、うん、マクドナルドさん未だにあれやってんの、モスバーガーってライスバーガーとかね、うん、やってんのかな、食べにくかったイメージしかないから、きんぴらとかね、焼肉バーガーとかってわかめってこれ茎わかめじゃないよこれ。完全茎わかめ。うん。酒の当ての味や。うん。最近の梅は種が抜いてありますからね。がぶってかぶりついても安心です。うん、優しいね、うんうん、逆にさ、もう 今の時代種入りって書いとかないとあかんぐらいだって言ってるよね、まあ、種なんか入ってんの当たり前やったら昔なんですよ、うん、うまいな、この茎わかめの開催感、うん、この梅もね、カリカリ梅でもよかったかもしれないね、うん、うん、カロリー書いてないわ、これはカロリー書いてないわ、こっちか、こっちに書いてあるわ、161キロカロリー、これは167キロカロリー、どういうこと、ご飯の量、炭水化物 33.7、 こっちは炭水化物37、こっちもご飯多いっぽいね、うん、紅しゃきわかめ、魚の小骨に注意してお召し上がりください、うん、魚なんか小骨があるでしょ、それは小骨が私の歯茎に刺さりました言って電話してくれたらいいんやろ、うん、魚やしな言うたれ、魚食べてんやからなんかねって言ったら、いっぱい入ったらおかしいかもしれんよ、まずほぼ入ってない状態で出しといてね、小骨がね入って口の中に刺さりばいたって言ったら、魚食べたことないのって言ったら、みんなそんな怒ってるわ、これね、これ鮭フレークにね、爪楊枝みたいなね、骨が入ったらそれは分かるわ、ないから、うん、フレークになってますからね、それでフレークより小さい、うん、すごいでしょ、すげえよな、こんなこと書かなきゃいけないんだよ、今や商品売るには、うん、
なやついるっていうことよ。まあそれ YouTube でもそうやけど、うん、エビ、小麦などを使っているあの場所で一緒に生産してますとかみたいなのがあるよね、うん、もしかしたらそこからのが入るかもしれないからアレルギーの人気をつけてって、うん、昔の人はなんでそれでも丈夫で生きとったんかな。そんな過敏かね。入ってなかったら OK じゃないの？俺は分からんよ、うん、お前そういうことやってないから分からへんやって言われたらそれまでやけど、うん、入ってなかったらいいやって思っちまうけどね、うん、やっぱりおにぎりがおいしい、うん、スーパー行ったらパンでもいいかな、買っても買おうかなと思うけど、やっぱコンビニがおにぎり買ってまうわ。パンよりこの間パン買うたわ、エヴァンゲリオンやったから買うたけど、あれじゃなかったらおにぎり買うてたのに、もう、うん、美味しかったわ。これ1日分のさ、野菜食物繊維鉄分が入ってるだけで1日分の野菜を食べなくていいってわけじゃないんでしょ。これ野菜 350g 分使用、1日分の野菜、これ飲んでたら野菜食べなくていいですっていうわけじゃないんでしょ。これどうなの。厚生労働省が推奨する野菜の摂取量目安は1日 350g、摂取量が 350g よ。濃縮したからいいってことか、うん、量的には 200mg やけど、うん、もう何でも特保とかつけとけばいいんじゃん。特保つけといたら売れんでしょ。特保じゃないけどこれ、うん、野菜食べんでえわ。今日肉だけ食うといたらいいから。ミニストップのこの100円シリーズね。100円やったらシリーズこれ買ってきた。沖縄の塩わさビーフとか売ってたけど、別にわさビーフ好きじゃないしさ普通のわさビーフとの差がね、60円が70円ぐらいだったしね、いらねえって。法定7品目を 対象にしています。その他のアレルギー物質は別途記載とか言って、なんな、小麦入ってますせって書いてある。そらせやろ、あ、よくなったかな、うん、本工場、これや、本製造工場で卵、チッチ、乳ね、エビ、ピーナッツを含む生産製品を生産しています。工場では作ってますやで。生産中の粒は枝豆の、製品中の粒は枝豆の一部です。枝豆は遺伝子組み換えでないものを使用しています。よかったね、安全で。よかったやん、安全買いましたね。これ枝豆の粒ですよ。あ、美味しい。感じ的にはこれでエビっぷりとかさイカっぷりみたいな感じの厚さ。これが枝豆味、ビーノとかサヤエンドウみたいな、あんなお菓子みたいなのとは全然違う。あ、これ美味しいわ。あ、これいいね、優しい。これはまた買いたいな。あ、食べてる最後の後味はね、枝豆、うん、
うん、ゲームしながら食べよう。食べる、指もうまいわ。というわけで、パテマソ協会ミニストップでおにぎりとかを買ってきました。というわけで、ごちそうさまでした。ちょいびに長いけどな、最近ちょいびにな、この間から長かった？長いな。